こんにちは、こんばんは、ハンドです。ダークリス、続きをやってまいりましょう。今回は何からやりましょうかね。前回、墓場を調査したら、中には、古代の遺跡の、生態研究所ってところがあって、そこでまあ、なんやかんや、ありまして、太陽の粉だっけを手に入れたけど、まあ、これが何のために存在しているものかっていうのがいまいちよくわからないんですよね。これか。ちょっと使ってみるか。何も起きない。よし、じゃあですね、どこ行こうかな。まあ、前回、墓に行く前に行ってた風の洞窟を、風の洞窟の南側がちょっとまだ行けてないんだよね。でも、あのジャイアントと、なんだっけ、あのサソリがさ、めっちゃ強くって、どうしようかみたいなところですよね。ちょっとあそこ行ってみるか。火の洞窟だっけ、あ、違う、塔だ。あの虎になっちゃったご主人が四つ足になってっていう例の件、ちょっとそこの敵がどの程度のものなのか、ちょっと見てみようかな。はい、じゃあ行ってみま、あ、その前に、あれだ、お弁当買っていかないとね。お弁当、4人前。それと、念のために時の書を買っていきましょう。あ、ここじゃない。の書、あれ、ああ、黒真珠ってどっかでも拾ったよな。よし、それからあれだ、あのおじさん、なんだっけ、ガルグンド、聞きたいことはないと。それとあとは民家、神殿も行ってみよう。この神殿って何のためにあんのかな。なんか、そんなところか。よし、じゃあ火の塔行ってみましょう。まずは北向いてる。出口は、まあ、このマークでいいか。で、両側がドアか。後ろ、あ、全部扉なんだな。とりあえずまっすぐ行ってみよう。今いる場所はここですね。ここね。1、2、3、4。扉が結構多いな。こことここ、1、2、3、もう階段か。1、2、3、ワンフロアはそんなに広くなくて、ひょっとしたら、お、敵だ。
高いのかもしんないね。わあ、なんか呪い見たくない？ガンバの。レアベア。まあそんなめっちゃ強いわけじゃないけど、1、2、おお、こいつはあの CG でリメイクされたガンバーみたいですね。知らない人はちょっと検索してみてください。ちょっと後ろにもいるのか。ガンバーがさ、リメイクされたんだけど、ああいう感じになっちゃったんだよね。おお、あー結構強いな。1、2、3、4。大体さ、この頃の RPG ってさ、溶岩ステージとかこういう火に関係するステージっていい曲が多いんですよね。かっこいい曲が多いんだけど、このゲームの火のステージはなんか想像よりもそんなになんか火っぽくないっていうか。1、2、あれ？南北3ブロックの1、ああ3ブロック四方取るだ。対象になってるっぽいな。あれ？あ、違う。間違えた。こうか。おお。今のやっぱ扉から出てきてるとかじゃねえな。やっぱ地面から湧いて出てきてるっていうか、生えてきてるっていうか。ダークレイスはみんな生えてくるのか。まあそうだとすれば、やっぱりあの神殿以外には安全なところはないみたいな。たとえ自宅にいてもなんか丘ってから生えてきたりとかする可能性があるってことか。真上でいいのかな。まあいいや、とりあえず、これが1階。火の塔。14の26。1、2、3。1、2、3。オフ。あ、こいつ倒しちゃっていいのかな。虎ですよ。倒したらなんかいけないような気もするけど、キャッツアイの首輪でなんとかなんないかな。それか太陽の粉か。何も起きないし。
あの奥さんから何か預かんなかったっけ？預かってないか。なんか、そうですね、特に何も預かってないな。殺すしかないか。かわいそうだな。何も起きない。しょうがないね。やるしかない。やらないとやられてしまう。ん？ああ、間違えた。やべえ、間違えた。非常にまずい。ああ、オンドム。くっそ。なんで俺は そこやっちゃってんだろう。ちょっとね、日にちが空いたもんで操作忘れちゃったんだよね。あ、倒した。倒しちゃっ、お、倒れている。虫の息の男は絞り出すような声で話しかけてきた。ああ、あなたはシオン様ですね。私は密かにダークレイスとホワイトフォースについての研究をしていたのです。数日前、私はホワイトフォースの隠された宝を偶然手に入れました。それを知ったダークレイスはその宝を渡すように脅かしてきました。それを拒否したため、私はダークレイスの魔法使いによって虎男にされてしまったのです。ダークレイスは私を仲間に引き入れてその宝を手に入れるつもりだったのでしょう。私は訳が分からなくなり、気がついたらこの部屋にいました。それ以来、わずかに残っていた理性でかろうじてこの部屋に閉じこもっていることだけができました。これがそのホワイトフォースの宝、氷の鍵です。この鍵でホワイトフォースが作った隠し部屋に入ることができるはずです。なーに？これメモしときましょう。氷の鍵。これは、ホワイトフォースが作った隠し部屋へ入ることができるようになると。シオン様こそ予言の勇者に違いありません。あなた様こそこの鍵を持つのにふさわしいお方です。男は最後の気力を振り絞り、シオンたちに氷の鍵を渡した。それはまるで氷でできているかのように冷たく透き通った鍵であった。氷の鍵を手に入れた。あ、それから、まだ死んでなかったのか。ダークレイスについて、私の知っていることをすべてお話ししたいと思います。ダークレイスの魔物は、もともとそのすべてが凶悪だったのではありません。ダークレイスの不思議な力によって操られているものも多いのです。ダークレイスの不思議な力は、何かがその源になっているのです。その源を封じ込めることができれば、ダークレイスに操られているものを解放することができるはずです。ああ、よかった。話したいことは全て話すことができました。私にかけられた呪いは私の命のもとにかけられたものです。ですから、私の姿が元に戻ったのは、私の体が弱ってもうすぐ死ぬからでしょう。間違っても私を生き返らせたりはしないでくださいね。生き返ったりすればまた虎男となってあなた方や町の人たちを襲ってしまうでしょう。男はそう言われると息を引き取った。まあオールドムも息を引き取ってるけどね。そういうことだ。はい、虎男が現れたのは、虎男はこのアイコンでいいか。
と東西3ブロック南北3ブロック、あれあれあれ終わり、なんか火の塔とか言うからすごい高い塔をイメージしていたんですけど、これ2階建てですよね。隠し部屋とかないのかな。あ、そっか。1階のこの左右の部屋行ってないんだな、よく考えたら。そっち側にはまた違う上り階段があるかもしれないですね。まあ、とりあえずいいか。奥さん、あれ？奥さん中どこだ？報告しなくていいのかな？どこで、あれか。酒場だっけ？あ、酒場だ。酒場行けるようになってるだ。女が話しかけてきた。よかった。ここに、あー、お前か。やべえ、やっちまったな。セーブしてないから、まあ、ワンチャンやり直しできるけど。助けに行くか。でも回復してないしな。いえ、分かった分かった。いや、これ二度とできないですよね。いや、ちょっとどうなんだろう。ちょっとリセットするか。リセットしますね。よし、じゃあやり直しましょう。道具屋行って時の書を買って。そんで、あとは、食料品売り場。で、マッピングはしてあるんで、さっさと虎男のとこに行きますね。風か？あー、あれ雲なのかよ。なんか随分スラッとして見えたんだけど。なんか猫っぽいな。よし、行くぜ。まあ、とにかく、ダークレイスはなんかもう、こう雑魚キャラとかよりも、それをなんかこう滑っているというかね、操ってる、まあ、黒幕がいるから、そいつをやらないとどうにもならないよっていうことですね。いた。
おっと、この扉ですね。ちょっと右側の扉から行ってみるか。あ、いる。この外周みたいな感じになってると。なるほど、こいつは水に弱い。遠くからだと判別がつかないということですかね。同じなんだやっぱり。メモリの都合なのか、あえてそういう演出なのか。1、2、3、4、5、6、7、3、4、5、6、あれ？1、2、3、4、5、6、7、ずれてないか、これでいいのか。なるほど、やっぱり1、2、やっぱりね、そうだよね、狭すぎるよね、いくらなんでもね。じゃあ反対側を見ていきましょう。同じですね。こんな感じですと。まあとりあえずは登らないで、町に戻ると。でもう町に戻ったらセーブする習慣つけないといけないね。で酒場に行っちゃうと、あのおばちゃんがね、うちの子がみたいなやつが出てきちゃうから。でもかといってな、他のところは、他には今のところ新しいクエストはないとすれば、じゃあやっぱ風の洞窟かな。はい、じゃあね、風の洞窟行ってみましょう。ダメ元で今手持ちのアイテム使ってみますか。キャッツアイ、太陽の粉、ルビーのついた杖。やっぱ当たり前かもしれないけど何も起きませんな。よし、まあしょうがない。
そしたらと、今ここですね。やっぱこっちから行きたいな。突き当たって右。123123、12345と。はい、今いるのはここ。じゃあこっちの扉に入ってみますわ。南北は12345、6と。南北6ブロック。特に何もないと。ないね。123。ここがずれてる。これでこっち、あれ、これ以上下行けないのか。おっと、やべえ、フレイヤー。おお、マジか。こいつら魔法も効かないしね。やっぱここは敵が強いね。痛い。3マス目、5マス目。まだ南側があるのか。あれ？たまにうちのね、トラックボールちゃんが反応が鈍いんだよね。買い直したいんだけど、まだ壊れたとは言えないからさ。123。あー、必ず当ててくるな。ここは2ブロック。ん？あれ、今どっち見てる？こうか。正面に扉。こうか。あ、違う。こうか。1234。1234。よし。あれ、ここって入ったことあったっ
け。ちょっと行ってみよう。おっと、危ねえ。あ、フレイヤ回復したから、せっかく回復アイテムがあるんだから。やべ、ちょっと余計なことしないで、アイテム使って回復しとこう。お前は魔法を使ってみて。全然効かないね。特に何もなし。おっと、グリーンジャイアント、バーデダム。ああ、まあ近くに休憩所があるから、あそこで買い、おっと、また来た。ああ、隣にいる。やべ、シオンもやべえぞ、これはやばい。なんとかなるかな。自分に使ってもらって、ああ違うかな。あぶねえ。本当はフレイヤに回復してもらおうと思ったんだけど、なんでパスになっちゃったんだ。フレイヤーも、よし、なんとかなるかな。しかし、あのね、回復してくれるロッドっていうのは壊れるらしいんだよね。ここで回復じゃねえや、蘇生しておいて。どうもオルドムがさ、なんかお荷物的な感じになってるんだよな。見た目はあんなになんかこう強そう、頼りになりそうなのにさ。じゃあここでセーブしちゃうか。セーブしちゃうか。いるな、緑の人が。じゃあですね、まずはここの空間で、あと扉が南側に3つもあるんだけど、ちょっとマップを縦にもうちょっと広げないとダメか。今あの縦に40ブロック用意してるんですけど、もっとあるわけだ。マップ縦40を縦60にしとくか。じゃあここですね。よっしゃ、行こう。おっ、ふう。しかしドロップしたいね。あんだ、こんなとこに休憩の部屋があったのか。
全然想像と違ったな。はい、じゃあここに、こっち行きます。どうせもう休んだとこでね、食事がないから。お、あれ、あー間違えたな。まあいいや。12、123、わー縦に長い。ちょっと動きが悪い。あれ？123、ああこうじゃないや、こうだ。なあ長え、本当に縦にいくつあるんだ。これは60じゃ足りねえか。お、広い。ヘルボーン、カルボーンみたいだな。いやーちょっとまずいかな。強い、やっぱ風の洞窟は南に行けば行くほど強い敵が出てくるっぽいですね。なんだあいつ。わあ気持ち悪い、なんかアンデッドかな。おお、マジか、169やばいな、すげえやばい。倒せるかな。倒したけども何もドロップしてないし。帰ろう。やっぱ風の洞窟こっち側はやばそうだな。まだ来ない方がいい。ほんとさ、敵がドロップアイテム落とさないから装備が強化できないんですよ。いっぱいいるし、嫌なのが。あれ？どこ行ったんだ？あ、いたいたいた。やっぱ想定通りですけど、強い、やっぱり。よし。
このゲーム仲間を回復してあげる手段が今までなかったからつい忘れちゃうんだよね。回復できないものだと思ってしまうんだよね。やべ、これはやべ。帰らせてくれ。無事に帰らせてくれ私を。そういえばなんかこのゲーム状態異常の魔法、状態異常を直す魔法結構あるのにあんまり状態異常にならないですね。これからなのかな。あれ、ああ、あれ？あ、もう壊れちゃったのか。ああ、マジか。銅の杖がなくなっとる。うわ、どうもあれですね、今日は敵に苦戦してばっかりで話が全然進まないね。レベルも上がんないしな。どっかで稼ぎたいんだけど、金稼ぎ、金稼げるポイントとかないのかな。何しろこのゲーム攻略本、攻略本なんかあるわけない、攻略サイトもなかったりするんで。魔法で、あ、違う違う、で、宿あ、やべ、またセーブすんの忘れた。はい、じゃあセーブはしたと。こっちの方もいっぱいありそうですからね。ひょっとしたらまあこのユニコーンの慣れの果てとかさ、この木の男のやつとか、このこっちの方で何か話の進展があるかもしれないですけど、ちょっとね敵が強くってね、そうなるとまだ行ってないところとかっていうと、クエスト的には的にはこの虎男終わったから終わったマークつけといた方がいいか。アットマークで
ジャックからの依頼もこれもクリアしたと。秘密の入り口、しか、これは終わってる。そっか。よし、じゃあですね、次回は、地の洞窟の、秘密の入り口の奥の方、なんて名前だか忘れちゃったけど、宝箱を一緒に探してほしいって言ってた、あのおっさんの、秘密の部屋よりももっと奥、マップで言うとですね、あれは、地の洞窟。ここの先ですね、こっち。確かまだ道はあったと思うんで、あとここでなんか水汲んだけど、あれは一体何だったんでしょうね。アイテムにはね、何も増えてないんだよな。道具屋さんに花とか、なんか、何に使うのかよくわからないアイテムが売ってるのも気になりますけど、まあ、とにかく、とりあえず、次回はね、こっちの方進んでみようかと思います。ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回のダークレースでお会いいたしましょう。さようなら。